こんにちは。歴ショックです。今回は、林氏の呼び名で知られる源の智子の生涯について紹介します。智子は天皇のひ孫にあたる名門の出身で、道長よりも格上であり、広大な屋敷を父から譲り受け道長を住まわせるなど、道長を妻としてだけでなく経済的にも支えました。さらに、結婚直後に長女の晶子を設け、晶子は一条天皇に入内し王子を出産するなど、智子との結婚を機に、道長は一気に有力貴族へと躍進していきます。智子は、高貴な女性として奥に引きこもるわけでもなく、入内した娘や王子として生まれた孫のために頻繁に参拝してお世話するなど精力的に働いており、智子の働きこそが道長を栄達へ導いたと言っても過言ではありません。今回は、道長と対等な同志として、共に権力の座への階段を駆け上がっていった摂関政治の立役者、源智子の生涯について紹介します。父の反対を押し切り、道長と結婚する。智子の出自。源智子は964年、宇多天皇の孫にあたる源政信の長女として生まれました。後に夫となる藤原の道長の2歳年上で、紫式部の6歳ほど年上にあたります。智子の実家の宇多源氏は、宇多天皇の第8皇子の渥美親王の三男、政信王が皇族から親戚降下して源氏を名乗ったことから始まっており、子孫には戦国時代に活躍する六国氏、京極氏などを輩出する佐々木氏の近江源氏がいます。そのため、貴族の中でもトップクラスの藤原氏よりさらに格上であり、藤原氏が従五位の下から貴族としてのキャリアを始めるのに対し、政信は従四位の下からキャリアを始めるなど、れっきとした差がありました。一方、母の敦子も百人一首に名を連ねる歌人、堤中納言藤原の朝忠の娘であり、正室として政信と張り合えるだけの地位を有しており、智子はこれ以上ない環境で成長しました。父の政信は朝廷で順調に出世しており、英雄天皇と藤原の兼家の兄、兼光を中心とした政権では右大臣と序列3番目まで上っています。そして、977年の兼光の死後は、太政大臣となった藤原の頼忠の下で左大臣に上り、頼忠を飛び越え英雄天皇から直接政務の指示を受けるなど、その権力は絶大なものとなりました。政信より9歳年下の道長の父、藤原の兼家は、この時政信の下の右大臣で、10年近くこの状況は変わらず、兼家は朝廷政治を主導する政信に頭が上がりませんでした。986年時点の道長は20歳で、正五位の下と下位は高くなく、翌年の智子の結婚までには従四位の下左京の大部まで上りますが、それでも智子に釣り合うだけの身分ではありませんでした。道長の求婚の様子は映画物語に記載されており、道長の求婚を聞いた政信は、口は聞きばむ青2歳を婿に迎えられないと断固として認めなかったと言います。しかし、智子の母、敦子が並ではない人物と道長を気に入り、文句を言わず私に任せろと政信を説き伏せ、道長は婿に迎えられることとなりました。この結婚は兼家さえ、官位がまだ低い道長がこのような大層な扱いを受けるのはみっともないと恐縮するほど、当時としては身分違いの結婚だったとされています。ただし、映画物語の記述は道長を持ち上げるための創作である可能性が高いとされます。結婚した時の智子は23歳と当時の結婚適齢期を過ぎており、実際の政信は藤原氏との結婚を望み道長の成長を待ったため、智子、道長ともに当時としては晩婚になった可能性も指摘されています。政信ほどの人物ならば娘を天皇の妃にしたいはずですが、英雄天皇にはすでに藤原の兼道の娘が入内しており、次代の火山天皇は、英雄天皇の実子で藤原の兼家の血を引く安人親王が即位するまでの一代限りの中継ぎに過ぎず、入内させる選択肢がありませんでした。また、本来なら智子が17歳前後の頃に結婚させたかったはずですが、道高、道兼の二人の兄は兼家の冷遇の煽りを受け官位が低い時期が続き釣り合わず、その間に別に妻を迎えてしまったため、残った道長が成長するまで待ったとされます。事実、道高、道兼の正妻と比べ智子の出自は格別に高く、道長は年少ゆえ父の不遇の煽りを受けなかったどころか、智子を通じて宇多源氏という最高の後ろ盾を得ることとなりました。
結婚後間もなく、智子の両親は子供たちと暮らしていた屋敷、土御門殿を離れ新しい屋敷に引っ越していき、土御門殿は智子が受け継ぎます。道長は左大臣の屋敷を自身の本邸とすることとなり、智子は実家の力を存分に使い道長を経済的に援助し、道長を躍進させていきます。さらに、智子は結婚翌年には、道長の運命を切り開く長女、明子を出産しました。当時の貴族社会はいかに娘を天皇に入内させ次期天皇を産ませるかが勝負で、智子の結婚時点で入内目標となる一条天皇はすでに7歳だったことから猶予はあまりなく、早期に娘を設けた智子の功績は大きいものでした。その後、智子は1007年、43歳になるまで計2男4女を設けており、妃候補となる娘を4人も産み、多すぎても少なすぎても災いの元となる男子は2人とちょうどいい人数に抑えるなど、政治的には完璧と言える出産をしています。智子の活躍は出自と出産だけにとどまらず、教育、さらには宮中多様など、道長を陰で支えるどころか時には道長を上回るほどの働きを見せ、夫婦というより同志として、二人三脚で頂点へ上り詰めていくこととなるのです。妊娠中でも娘の入内のために精力的に働く。天皇の妃の母としての活躍。智子が子供たちの養育に明け暮れている頃、道長は990年に父、995年に2人の兄が相次いで亡くなる中、姉の明子の講演を得て内乱に就任し、智子との結婚から8年の月日を経て、政のトップに立ちました。この時、智子は31歳になっており、父の正信は2年前に亡くなっていましたが、道長との結婚を後押ししてくれた母の敦子は自分の見立てが正しかったことを確認することとなります。やがて道長は、長女、明子の入内に動き、明子は999年に12歳で入内を果たしますが、その前年に智子は、当時としては異例の助産院に助されています。官位を受けること自体は女性でも普通で、智子も内乱の妻として従妹の嬢を受けていましたが、12歳と妃になるには幼い娘をそばで支えられるよう、道長を支援する姉の明子が特別に取り計らったものでした。以降、智子は亡き道隆の娘、貞子など、ライバルひしめく後宮で、幼い明子を支えながら自らも戦いに挑むこととなります。明子の入内の際も智子はお供をし、明子のお付きの者に自身の乳母を入れ、調度品の支度にも関わるなど、入内準備を主導しました。さらに、3日間にわたる結婚儀礼と共演にも関わっていましたが、この時智子は三女の竹子を身ごもり妊娠9ヶ月ほどで、汚れの観点から神事の前に妊婦が代理に入れなくなるギリギリまで明子のそばにいて、入内の翌月に出産をするという獅子奮迅の働きをしています。また、明子が一条天皇の子を身ごもるのは当面先だったことから、明子は千年に母、貞子を亡くしていた一条天皇の唯一の王子、厚安親王を有志とし、藤原のこれ地から外戚の影響力を封じようとしていました。ただし、明子自身も幼かったことから、智子が幼い厚安親王の世話を自ら行い、王子を道長陣営のもとに確保し、道長とこれ地の清掃を後宮から支えています。1008年には、明子が20歳で待望の王子、厚平親王を出産しました。この時、智子は妊娠の知らせを受けると、その日のうちに明子の元へ行きお世話をし、明子が実家の土御門殿に里帰りした時もそばで出産をサポートしています。智子にとっても王子の誕生は嬉しかったようで、へその緒を切ると仏罰を受けると認識していたにもかかわらず、嬉しさのあまり仏罰のことを忘れて、自らの手でへその緒を切ってしまったという話が映画物語には記されています。そして、王子誕生後に一条天皇が土御門殿を訪れた際には、智子は11位の位を与えられ位を極めることとなりました。この昇進の実態は、本来は道長が11位を受けるはずが、道長が辞退し妻に譲ったもので、10年後に道長が昇進するまで、智子は小2位の夫より上に立つこととなります。この頃の夫婦のエピソードとして、王子誕生50日の祝いの宴で、道長が酔っ払って、智子も良い夫を持ったと思っているだろうと冗談を言うと、智子は怒って部屋に下がろうとして、道長が慌てて後を追うと言ったように、活躍著しい妻に頭の上がらない夫の様子が、紫式部の日記に記されています。
智子は娘の女房を務めていた紫式部に贈り物をしたり、実家に帰っていた紫式部に帰参を促すなど、娘に仕える女房たちにも母として細やかに気を配っていました。王子誕生により道長の栄達への道も開けることとなりましたが、44歳になっていた智子は権力者の妻として奥に引きこもるでもなく、歴史上稀に見るレベルで夫と共に藤原氏の栄達のために働き続けることとなります。4人の娘が受胎し、自身も夫と共に頂点へ上り詰める。智子の後半生、明子は初出産の翌年には第二子の初永親王を産んだほか、1010年には後の三条天皇である皇太子家定親王に次女の清子が受胎するなど、娘たちは次々と皇室に入っていき、智子も母としてそばで支え続けました。この頃の智子は、40代後半に入りながらも当時の女性の美の象徴である髪の美しさを褒める記述が多くあり、当時としては高齢の域に入る中でも、見た目も働きぶりも若々しかったことが推測されます。智子は娘だけでなく、夫、道長にも頻繁に同行し、代理への参拝以外に寺社などへの参拝にも随行しており、夫に従う妻ではなく、対等な同志としての関係性は変わっていませんでした。この二人の連携プレーが発揮されたのが1014年の代理の火事で、道長は三条天皇の御前で事態に対処する一方、智子も避難していた中宮の清子と皇太子の厚平親王のもとへ駆けつけており、夫婦で表と奥を守り、天皇の外戚としての責務を存分に果たしています。智子が娘や孫たちのもとを頻繁に訪れるのは、ただ会いに行っていただけでなく、妃の母として行事の準備や使える女房の世話など家政全般の支援にあたっており、若い娘たちにとっては智子の手伝いは必要不可欠なものでした。また、娘や孫がどこかへ訪問する際にも智子は牛車によく同乗していましたが、これは権力者道長の後援があることを視覚的に示す効果があり、智子が妃や王子である娘、孫の元にいること自体が道長の権力の安定につながっていました。道長も自身の権力維持の要である智子の行動記録を逐一日記に書き記しており、日記からは、自邸で休む暇もないほど、連日娘や孫たちの元へ訪問している様子が伺えます。1016年には、一条天皇と明子の間の王子、厚平親王が御一条天皇として即位すると、道長と智子は天皇の祖父母となり、皇太后である明子の計らいで、智子は道長と共に天皇の妃に準じる従三号に、皇族以外の女性として初めて叙されました。孫の御一条天皇には三女の竹子が受胎しており、竹子が皇后となった際には、土御門殿に天皇をはじめ、明子、清子など子や孫が勢ぞろいして宴が催され、この時に道長は有名な望月の歌を即興で詠んでいます。1021年には、四女の義子が明子の次男である皇太子の初永親王に受胎し、智子の娘4人は全員受胎することとなり、二人の男子、頼通、範通も最終的に関白、太政大臣に上り位を極めるなど、子供たちは全員栄達を果たすこととなりました。1023年には明子主催で智子の還暦を祝う会が催され、ほとんどの公卿が集まり、妃となった4人の娘も参加するなど、夫と共に駆け抜けてきた智子の働きを称えるかのような豪華な会となり、智子にとってはまさに絶頂期でした。しかし、1025年には四女の義子が、厚永親王が後嗣天皇として即位する前に18歳の若さで亡くなり、1027年には三条天皇の妃の次女、清子も33歳で亡くなります。清子の死の3ヶ月後には、長年共に歩んできた道長も62歳で亡くなり、1036年には三女の竹子も36歳で亡くなっており、家族に次々と先立たれるなど、晩年は不幸も多くありました。それでも、孫の御一条天皇、後嗣天皇、さらには四女義子の忘れがたみで、智子にとってはひ孫にもあたる後嗣天皇の王子、御冷泉天皇の即位も見届けるなど、夫と築き上げた栄華の続きも味わうことができています。智子は最高位にある女性として、朝廷から多くの俸禄を支給され、政治の中心となった土御門殿も所有するなど、独自の財政基盤を持っていました。そのため、1025年に息子頼通が妾との間に設けた諸長子の道房を引き取り育てるなど、独立した動きもたびたび見せています。
また、兄の小児会員を譲るなど、実家の宇田源氏の繁栄にも寄与しており、智子は実家の力を持って夫、道長を引き上げただけでなく、実家の地位まで自ら引き上げたこととなります。智子は、最後は秋子、頼通、範通ら子供たちに見取られながら、道長の死の26年後、1053年に89歳で生涯を閉じました。智子の長寿は、秋子はじめ受胎した娘たちにとっては何よりの心の支えであり、献身的に娘を支え続けた智子の存在こそが、天皇の妃と皇子を核とする摂関政治の全盛期を支えていたと言っても過言ではありません。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。